今日は雨だけど PPC をお家に行ってきました。 PPC つまりポリスピストルコンバット、警察が練習するのに使うやり方。そこで見つけたこの辺りかな、弾、これらが護衛札御用達ウィンチェスター、これらはあれだけれども、でところどころで見つけたのがこんなやつ、いたたたたですね。雷管が逆です。そしてこの2つだっけな、いたたたた、弾がいくびになっております。実報室に入り、そこでね、これがまた777いたたたたですね。雷管がちゃんと入ってない、もしかするとこれ雷管の穴が低すぎるっていうか、低いんか、うん、浅すぎるかもしれない。あとはライトヒットのサープラスですね。40ミリはただ拾っただけ。そしてたくさんの223レミントンだけれども、これを拾っただけ。そしてこれが8ミリマウザー、これはほとんどがこの通りライトヒット。もう一回打てば、叩けばドンなんだけどね。そして珍しい、これもライトヒットだけど、残念な 7.5×55 スイス、通称じゃなくてスイスでは GP11 とか、ね、GP の11か GP11 と呼んでます。めちゃめちゃいい弾。そして残念な、多分これ雷管がダメな 7.62×54 ラシャン。今日は自分でこれをたくさん持ってって打ってきましたが、これは自分でやったやつじゃないね、まあ、多分雷管変えればブルデン雷管だっけ、ないけど多分薬莢だけを変えれば打てます。そしてこれをちょっと横に置いといて、不発弾の中から見つけたかわいそうな 40mm、 40mm じゃなくて40口径か、 10mm じゃないやこれは単にリロードし損ねてガチンガチンガチンとやったみたいです。そして、338ウィンチェスターマグナム、これも残念なことにガチン、あれれれれれれれ、ちょっと修理ができ打てそうだけどね、新品でもないな。そして究極はこれ、これがうちのレンジ射撃場の何だっけ、不発弾の中に置いてあった、たった一つの箱に置いてあった、総重量 1.4kg で計算したら数が522発すごい量だよね。これが全部使えるかどうかわからんけれども、これ全部捨てたらすごいな、全部不発だの中に見つかるけど、多分これは撃てるでしょう、ほとんど当たってない、
ちゃんと、こうするとよく見るとフェデラルが多いね。別にフェデラルが悪いわけじゃないけれども、ほとんど打ってない。誰かがもういらねえって言って捨てたのかな。ここに1個だけダメなのあるけどね。さてどこまでこれが使えるでしょうか。500発って相当出るな。1ヶ月打ち続けても、ふん、わかんないけど、セミオート自動装填では打てない。さてこれからチェック。